こんばんは。そして改めまして明けましておめでとうございます。もう松の内も過ぎてしまったのに今更明けましておめでとうもないんですけれども、まあ元日に、あげました1月1日ね、ご挨拶のラジオ、それ以降初めてのね、ラジオです。ですからまあ、改めましてね、明けましておめでとうということでね、始めたいと思います。僕は早速なんですけども、さっき胃カメラを飲んできました。なんかここのところちょっと胃の調子が今一つだなと感じたもんですから、去年申し込んでね、早速1月の12日、近くのね、とってもこれはカメラの上手な先生です。麻酔をかけてね、もう本当にね、コクンと寝ちゃって、もう毎度毎度言うことなんですけども、先生が麻酔のコック、じゃあ開けますよって言って、じゃあお願いしますって言ったら、原さん起きてくださいって、もう本当にね一瞬です。これは手術の時もそうなんですけど、麻酔っていうのはもう本当にね完璧に落ちますね。それで実に快適に、まあ快適っていうか不快さを感じないでね、カメラを飲んできました。まあこの結果は、後日ね、正確にちょっと教えてもらうことになってるんですけども、まあ多分何にもないとは思うんですけどもね、新年早々、カメラを飲んできました。そして、実は前回っていうか、まあ今年の1月1日に、アップしたラジオで、イエローリバーという曲をかけました。それで、このイエローリバーっていうのは、まあ黄色い川ね。ですから僕は中国の黄河かなとか、そんないい加減なことを言ってたんですけども、後ちょっと調べてみました。そしたらですね、このイエローリバーというのは、まあ、正確にはどこにある、どういうものなのか、やっぱわからないです。ただ、いろんな人のブログを見て、このクリスティのイエローリバーという曲はやっぱり僕もそうだと思ったんですけども、まあまあその当時もかなり大ヒットして、世界中で1500万枚売れたとか、シングル版ですけどね、というようなことで、まあかなり話題になった曲のようです。まあ僕はまあその当時はまだ小さかったし、もちろん今のようなネット環境もないので、まあ調べる術もなかったんですけれども、今になってちょっと検索してみますと、いろんな方のブログにね、載ってます。それで興味が湧いたんでね、ちょっと調べてみました。そしたら、まあこんなような記事が出てきました。この作品は歌詞を見てもわかるように、ベトナム戦争を背景にしている作品ですと。ベトナム戦争をね背景にしている作品だそうです。ここでね歌詞をねちょっと一番だけ読んでみたいと思うんですけども、イエローリバー一番、さよなら、あとはしっかり頼んだぜ、除隊証明書はもらったし給料ももらった、荷物をまとめて家路に着く、イエローリバーに帰るんだ、そして銃は下ろした、戦いに勝ったんだ、グラスを満たして高く上げ、さあ時間だ、僕の好きな場所に戻るんだ、イエローリバーへ帰るんだ、イエローリバー、イエローリバー、僕の血の中にある愛すべき場所、というふうにですね、あとはしっかり頼んだぜ、除隊証明書はもらった、給料ももらった、これはベトナムに配属された軍隊、そこから、まあ、除隊したということですね。それで生まれ故郷のイエローリバーに帰るんだというような、まあ、歌詞になってるんですけども、これ一説によりますと、イエローリバーというのはこのクリスティさんが、まあ、これ作詞作曲したらしいんですけども、クリスティさんの思うところの自分の理想の架空の場所だと。で、最初の文章に戻りますけれども、この作品は歌詞を見てもわかるように、ベトナム戦争を背景にしている作品ですと。イエローリバーは中国の黄河のことではなく、心の中の安堵の地、彼は朝起きてまず頭にイエローリバーという言葉が浮かび、一気にこの曲を作曲したそうですと。イエローリバーは、黄河ではなく、架空の地名と思われるということですね。黄河ならザ・イエローリバーでなくてはいけないし、つまりこの定冠詞がつかない、ザっていう定冠詞がつくものだとね、黄河、戦争が終わって、故郷のイエローリバーに帰れるという、歌詞の内容とも合わないと。これが黄河だとするとね、中国の黄河だとすると、戦争が終わって故郷のイエローリバーに帰れるという歌詞の内容とも合わないということで、これはまあ多分作者の架空の場所だろうというようなね、ことでこのブログの方は書いてました。まあこれが正しいかどうかわからないんですけども、まあいろんなところにね、この歌詞は出てます。やっぱり
戦争が終わって、まあ、終わったというかこの人がその戦争から、まあ、帰ってきたということなんでしょうね。ベトナム戦争はもう泥沼化して、かなり長いことやってましたからね。まあ、このイエローリバーという曲はそういったものを背景にして、出来上がった曲だということでした。まあ、遅ればせながらね、ちょっと補足させていただきました。それではね、今回、原純座レディオ108回目ですね。行ってみたいと思います。原純座レディオ。新年1回目の、まあ、正確に言うと2回目なんですけども、原純座レディオ始まりました。去年の最後の放送の時にも言いましたけれども、そろそろアルバムの紹介もこれで終わってきてしまいましたので、また新しい企画をね、ちょっとやってみようと思います。それでまずいくつかあるんですけれども、再発見コーナーといいましてですね、僕が今まで作ってきたいろんな種類の音楽、いろんな仕事の中で、まあ、自分の興味も引いて、そして、まあ、これは、まあ、聞いてもらってもね、面白いんじゃないかなと思うようなものをね、見つけた時にのみ、これを発表するというね、再発見コーナーというのをね、去年からやりだしました。そしてね、今回も、その、ね、楽曲が出てきました。プログレッシブね、プログレッシブロックっていう言葉が、僕がエモーショナルをやってる頃かな、流行りました。日本では四人囃子とかね、外国ではイエスとかキングクリムゾンとか、まあそういったようなちょっと、まあ奇妙奇烈というか、ちょっと一風変わった、プログレッシブロックというのが、ありました。プログレッシブというのはどういう意味かって言いますと、プログレッシブを辞書で引きますとですね、進歩的、進歩主義者というふうに出てますね。まあプログレッシブって僕はちょっと意味としては違う意味に取られてたんですけども、つまりその普通でないちょっと変わった、毛色の変わったというようなそんな意味かなと思ったの。まあそれはある意味進歩的ということとも共通するかとも思うんですけども、ちょうど僕らがエモーショナルをやってる頃っていうのは、まあプログレッシブロックのねちょっと流行った時期だったと思います。先ほども言いました日本でいうと四人囃子ですね、というグループが、まあ、一番有名だったと思います。ちょっとねここでその四人囃子の演奏をねほんの少しだけ聞いてもらいたいと思います。これは、富士ロックフェスみたいな感じの野外フェスティバルでの、コンサートの模様ですね。それでは四人囃子さんの演奏です。ちょっとだけご覧ください。
これはもうポップスとは言わないですね。まあまさにこれがプログレッシブというか、歌が、まあ歌はなくはないんですけれども、あの昔の一触即発、これは一触即発という曲です。そしてそのタイトルと同じ LP がね、出てました、昔ね。それなんかも僕もすごい好きでね、エモーショナルの初期ですね。いっぱいやってたので、もうどこがどうだかちょっと覚えてないんですけども、このエモーショナルで組んだメンバーによって、その音楽の方向性が随分変わったんですけど、その当時ね、このプログレッシブ好きという連中が集まって、こういうプログレッシブなね、感じの音楽をやってました。もうこれアクエリアスには程遠いものなんですけども、まあそんな感じでね、この一触即発のような、こういうのをプログレッシブと言うんですけども、その音楽が出てきました。これもまたね、プラネの音楽でした。クライシスという、クライシスというのはどういう意味かと言いますと、危機、ね、危機という意味だそうです。まあ、これも田島秀樹さんが、原作、そして脚本を書いて、そして僕が音楽を作ったんですけども、これはなんて言うんだろう、四季の星座だとか、そういったものはなくてですね、ちょっと短い短編ドラマというか、短編の物語ですね。一曲を組曲のような形で、いろいろつなぎ合わせた音楽を、一曲長いのを作って、それに、まあ、子供たちの群読、ね、群読っていうのはもう何人かで集まって、せーので声を合わせてね、読むというね、群読というね、手法を用いた、ちょっと短めの作品だったんですけども、まあ、その群読を入れた本番の音声もあるんですけども、今日はですね、まあ、その音声があるとちょっと音楽聞くのに邪魔なので、今日は、その音楽の部分だけをね、再発見コーナーということで、聞いてもらいたいと思います。まあ、僕が、この曲をやるときに一番ヒントになったのは、やっぱサンタナのキャラバンサライというね、アルバムですね。ご存知の方は聞いて、あ、なるほどなと思われるかもしれないですけども、なんともね、ちょっと変わったムードから入ります。だからさっき聞いていただいた四人囃子の一触即発みたいな、ダンデタカダ、ダンデタカダって、そんなハードなものではないんですけども、ちょっとムーディーに始まってね、そして雄大に終わっていきますね。それではクライシスのテーマ曲を聞いてください。どうぞ。
どうでしたか、これがね、クライシス。まあちょっとね、かったるいっちゃかったるいんですけども、ここに軍読ね、セリフ、ナレーション、そういったものが乗りますからね、まああんまり派手な演奏をしてもちょっと邪魔になるということで、まあ、そこそこのね、足し引きをして、こういう音楽になりました。これが今回、2019年初回のラジオの、再発見コーナーの、音楽でしたね。クライシスという曲を聴いていただきました。それではですね、ここで、引き続き僕が、まあ、幼い頃胸震わせた音楽ということでね、それをねちょっと紹介してみたいと思うんですけども、今日紹介するのは、ナインティンテンフルーツガムカンパニー、1910年フルーツガムカンパニーというね、そういうアメリカのバンドです。これは多分ご存知の方見えると思うんですけれどもね、ナインティンテンフルーツガムカンパニーの、曲から2曲ね、今日はかけようと思います。まず1曲目はねこの曲です。これは多分今日かける2曲はご存知の方もまあまあ見えるんじゃないかと思いますけれども、それではねまずサイモンセッズという曲からね聞いてください。ナインティンテンフルーツガムカンパニー、サイモンセッズです。どうぞ。Put your hands in the air. Simple Simon says. Shake them all about. Simple Simon says. Do it when Simon says. Simple Simon says. And you will never be out. Simple Simon says. Put your hands on your hips. Let your backbone slip. Simon says. Simple Simon says. Put your hands on your hips. Let your backbone slip. Simon says. Put your hands on your head. Simple Simon says. Bring them down by your side. Simple Simon says. Shake them to your left. Simple Simon says. Now shake them to your right. Put your hands on your head. Simon says. Bring them down by your side. Simple Simon says. Shake them to your left. Simple Simon says. Now shake them to your right. Now that you have learned to play this game with me, you can see it's not so hard to do. Let's try it once again, this time more carefully. And I hope the winner will be you. Clap your hands in the air. これをですね、バブルガムサウンドというような呼び方もね、してたようです。まあ、これは何だろう、西海岸なのかな、ウエストコーストの、方なんでしょうか。非常にカラッとしたね、まあ、あっけらかんとした爽やかなね、音楽ですよ。まあ、ロックという、そんなハードなロックではなくて、まあ、ハードロックが出てくる前のね、段階ですね、サイモン・セッズという曲を聴いていただきました。それで引き続きですね、こっちの曲が僕は一番好きです。この次にかける曲がまあメインというか、僕がぜひ聴いていただきたい曲なんですけども、これはね本当に大好きでした。中学校の、放課後ホームルームの時間かなとかに、罰ゲームってなんかね、その時先生に怒られた人が教団のところにね来て罰ゲームをやるんですけども、その罰ゲームが何かっていうと、みんなの前で歌を歌うっていうの罰ゲームがあって、まあ、僕なんかその当時、なんかちょっと照れながらもね、その罰ゲームが結構気に入ってて、その時にね、この、トレインという曲をね、僕はしょっちゅう歌ってました。
もちろん英語の本当のスペルや意味なんか分からずに、耳で聞こえたまんまのことを日本語英語っていうんでしょうかね。で、まあ歌ってるからもう外人が聞いたらわけわかんない英語だと思うんですけどもね、そんなのをね大好きで歌ってました。トレインという曲です。それでは、90フルーツガムカンパニーでトレインを聞いてください。どうぞ。トレインという曲を聴いていただきました。どうですか。いい曲ですね。この曲はねハーサンバンドで一度ケントスでもやったことがあるような気がします。ただやっぱりこういうサウンドにはならないですね、日本人がやると。特に僕なんか意外とネチっこいギターを弾くネチっこミュージシャンだもんですからね、こういうカラッとした爽やかな、例えばドラムのスネアの音でもパッパラッパッパラッパラッっていうなんとも軽やかな、ね、音がしてますよね。こんな感じにはなかなかならないんですけどもね、一回やったことがありますね。トレインを聴いていただきました。これが僕が小さい頃心を震わせた曲ですね。サイモン・セッズとトレインを聴いていただきました。それではここで、最後のねアルバム紹介をいきたいと思うんですけれども、前回の紹介が、ブレイクオフというアルバムの1曲目から3曲目まで、このブレイクオフは7曲しか入ってないもんですから、まあ3曲紹介したら残り4曲ね、今日は、そのブレイクオフの最後4曲を紹介したいと思います。まずね4曲目、これは、恋人はという曲ですね。これはドロップアウトの沢田さんも歌ってます。沢田さんが歌ってるこの曲のタイトルは恋人はおばあさんというね、おばあさんっていうのがついてるんですけど、僕はいくらなんでもちょっとおばあさんは外したいなと思って恋人は点点点というね曲にしました。まあなんでこんな曲を思いついたかちょっとわかんないんですけども、多分これも高木さん沢田さんとお付き合いをしている影響だと思います。僕は何せやっぱりまだまだ若いつもりでやってますけれども、ドロップアウトに入るとですね、もうすっかり高齢の方に取り囲まれちゃって、なんか年を感じざるを得ない
ないというかね、そんな感じになってますんでね、そっから出てきたんじゃないかと思うんですけどもね。それではね、聞いてください。恋人は…点点点。恋人はという曲を聴いていただいています。まあ、なかなか、軽やかなロックンロールでね、メッセージもなく、だけど年を取って観念するというか、年を取って達観するといいますかね、そんなことをね、ちょっとこう表現したいなと思って作った歌です。君のシワの一つ一つが愛おしく見えてきたとか、恋人はおばあさん、君もいろいろあったんだね。やっぱりその年を重ねてというのは、これは近藤直也さんもおっしゃってたんですけども、今年になってから俺の同級生友達が2人亡くなったと。つまりもう自分たちの同級生友達がどんどん亡くなっていく世代に入ってきたんだというようなことでね、ちょっと重い話をしましたんですけども、それもこういう明るいカラッとしたね、話題にすり替えてしまえば、そんなに重くもないかなと。亡くなる方はそれぞれね、だって僕はまだアーバンライフ全盛期でやってる頃に、僕に仕事をくれてた制作プロダクションの社長さんがね、胃がんで亡くなりました。もう20年ぐらいになるんじゃないでしょうかね。そんな若くして亡くなった方も見えますしね。それは人それぞれですよね。ただこうやっていろいろあって年を重ねて、そのシワの一つ一つが愛おしく見えるというようなね、そんな、しんみりとした最後はね、歌で終わっていますね。恋人は…点点点を聞いていただきました。それでは次の曲、次はですね、ランナーウェイですね。これも、またちょくちょく顔を出したアクエリアスのナンバーです。このね、ランナーウェイという曲は誰が詩を書いてくれたんだろう。これは、水野よしこさんだったかなと思います。ちょっと待ってくださいね。このランナーウェイという曲は水野よしこさんが詩を書いていただいてましたね。当時は塩見香織さんという、女優さんのね、芸名でアクエリアスのナンバーズという歌詞集には載ってましたけども、ランナーウェイという曲を書いてくれてました。それではね、ランナーウェイを聴いてください。どうぞ。自分でも
きじゃくってる小さな赤谷。このランナーウェイのイントロ、そしてエンディング、これはあのツインリードといって、楽器がね、2人で、まあ、ハーモニーを奏でるというツインリードという手法でやってます。本当はまあツインリードギターが2本で、ハーモニーを弾くんですけれども、これ当時はハーさんのシンセと僕のギターでね、前もラジオで1回お話ししたことがあると思うんですけども、非常に難しいフレーズでね、これあの2人で、まあ、ここは他のベースとドラムの人っていうのはさほど難しくもないんですけど、リードを弾く2人の息がぴったり合って、それぞれハーモニーを崩さないように弾かないといけないので、これはねハーさんと2人でよく練習しました。でこれはプログレッシブとはちょっと言わないと思うんですけども、まあでも一般のポップスに比べると、まあ、ちょっと凝ったねイントロ、そしてエンディングもテンポが細かく刻まれて、アドリブなんかがね、入ってきますね。なかなかいい感じのアドリブだと思うんですけども、まあそんなのをね、取り入れてやってました。まあちょっとプログレッシブっぽいかなという気もしますけどもね、ランナーウェイを聴いていただきました。そしてその次の曲、次はね、ハッピーバースデーという曲ですね。これはまあ、僕を応援してくださる方、これゆりこちゃんだったかな。なんかハッピーバースデーの曲を作ってよっていうようなことをね、いつかの時に言われましたね。それでまあ早速いろんなハッピーバースデーの曲を、既成曲をいろいろ聞いたんですけども、僕の琴線に触れるようなピンときた曲は全然なくて、ハッピーバースデーって、まあ、曲は結構いっぱい出してる人いるんですけど、あんまりね、面白い曲がないなということで、でまあこれはハッピーバースデーと言いながら、まあラブソングですね、言ってみりゃね、誕生日を機に愛を告白するというようなね、まあそんなようなね仕上がりになってますけれども、カズミさんなんかもこれはいいねというようなことをね、当時発表した時に言っていただきましたね。それでは、ハッピーバースデーを聞いてください、どうぞ。ハッピーバースデーという天使の君がこの地上に舞い降りた日、奇跡が起きたその日を君と祝おう。君の頬をキャンドルが照らす星が二つ瞬いてる。眺めていたい時の流れを止めて、いくつもの出会いと別れ、それでも変わらずにいてくれた君が授かった君らしさを失うことなく生きてきたね。Happy birthday to you。 これはアクエリアスにとっても、ジュン君にとってもちょっと珍しいタイプの曲ですね。ちょっとジャズっぽいというかですね、まあちょっと大人びた感じのね、ハッピーバースデー、これはきっとさぞ、まあ、年配の男性がそこそこちょっと年若い女性にね対して歌ってるんじゃないだろうかと思いますね。ハッピーサーティースバースデーと、歌の中では言ってます。つまり君の30歳の誕生日ね、その食事でもしてたのかな、レストランの、キャンドルのあるねテーブルで、まあ、30歳の誕生日をお祝いしている時の、まあ、歌ということでしょうかね。これは課長が、らく気に入っていただいたようでね、あれは何歳って言ってるのって質問されたようです。僕は英語の発音が下手くそなもんですからね、サーティースバースデー、30歳の誕生日のお祝いをしている時の、ね、歌ですね。ハッピーバースデーを聴いていただきました。続けていきます。そしてブレイクオフ最後の曲ですね。これはブルースの曲です。ブルースオブマイライフ、我が人生のブルースというね、そういう曲です。
この話も以前ラジオでよくしたと思うんですけども、僕がエモーショナルをやってる、まあ、一番エモーショナルの最後のあたりの時ですね、今池にユッカという店がありました。これはまあ地下にある喫茶店なんですけど、そこにまあ、フォークの人だとかブルースの人だとかが、まあ、いつからか集まるようになって、でママさんもまあ、楽器なんかをね、持ってきて演奏していいんだよって言ってくれて、そこにね僕がもうしょっちゅう毎晩出入りしてました。でそこに本田くんもね、来てたんです、ね、そこで僕は確か本田くんと知り合ったと思うんですけども、当時は本田くんは車間屋さんをやってましてね、で、まあ、どうしても音楽やりたいっていうことで、その車間屋さんの仕事が終わったらベースギターを、ね、抱えてね、今池のユッカまでね、もう全速力で走ってくるわけです、まあ、地下鉄に乗ってですけど、中村公園の方だったかな、名駅の方に確かその会社があって、そこからね、地下鉄に乗ってね、ぜいぜい息切ってね駆けつけてきてました。そこで毎日、ギターを弾いて、で本田くんはベースを弾いて、そしてまあいろんなブルースをね歌うわけです。これはね結構本格的なブルースをね歌う人も多かったですよ。今はもうやってないと思いますけどもね、そのユッカでやってた時のブルース、これをねなんとなく思い出してね、作ってみました。まあ僕はブルースというのはすごく好きな曲です。ただまあ、アクエリアスではブルースやってなかったと思いますしね、ソロになってからも初めてですね、ただまあこういう曲はね僕は大好きでした。まあクラプトンにね代表されるような、曲ですよね、それではねブルースオブマイライフを聴いてください。どうぞ。1, 2, 3, 4. うまくゆく時ばかりじゃないさ。そんな時もあるさ。転んで膝を打ってすりむいてべそかいて、それでもまた歩き出す。懲りもせずでこぼこ道のような愛しい俺の人生。不意をつかれてやっと手に入れた幸せってやつを奪われたこともあった。打ちひしがれていた、そんな落ち込んだ夜にお前に出会った。何が本当の幸せなのか Bruce of My Life を聴いていただいています。何が本当の幸せかわからない、自分の人生に、寄り添って一緒に歩いてくれるお前がいることが、これが本当の幸せなのかもしれない、これがささやかだけど僕の幸せなのかもしれないというようなね、まあ、そんなようなことをね、歌っている曲ですね。Bruce of My Life を聴いていただきました。これでこのブレイクオフも全て紹介し終わりました。これで今僕が出してきた9枚のアルバム、これを全部ね、紹介し終わりました。これもまた記事のところに、フルコーラスでそれぞれね載せておきますね、4曲載せておきますんで、まあ時間のある時にねゆっくりまた聞いてみてくださいね。そんなことでブレイクオフの紹介を終わります。ありがとうございました。それでは、本日最後になります。ここでまた恒例のねいつものレギュラーのコーナーをいきたいと思います。ユーニャの部屋。ラジオ108回ユーニャの部屋。
改めまして皆様新年明けましておめでとうございます。どうぞどうぞ今年もよろしくお願いします。こちらこそどうぞよろしくお願いします。本当にね、これでユーニャさんも、もう4年ぐらいのお付き合いになるんでしょうかね。ユーニャさんの部屋はこれで101回目かなね、ぐらいになると思いますね。インフルエンザが猛威を振るっているようで、皆様お加減いかがですか。年末に帰省してきた上の娘が発熱し、大晦日に休日診療し、インフルエンザ A 型と診断され、とんだ年末年始となる、今年の幕開けでした。なるほど、上のお嬢ちゃんがインフルエンザにかかっちゃったんですね。幸い本人隔離と、ファブリーズとアルコール除菌のおかげか、感染もせず元気に私は暮らしています。なるほど、同じ家に住んでてもうつらないケースもあるんですね。そして、去年の3時去年の3時は、3時というのは孫六さんライブでのピアノのこと。去年の3時は、棚にあげてね、この孫六さんのライブでのピアノのことは棚にあげて、また新たなことにどんどん挑戦していこうと思っています。なるほど、孫ちゃんでのピアノのライブは、ちょっと失敗したとおっしゃってましたから、そのことは棚にあげて、また新たなことにどんどん挑戦していこうと思っています。そんなことで年明け見たかった映画ボヘミアン・ラプソディを見に行くと、頭からクイーンが離れず、頭の中で毎日鳴り響いています。ボヘミアン・ラプソディの歌い始めはフレディの素敵なピアノの弾き語りで始まりますが、歌詞を和訳すると、ママ人を殺めてしまったとなり、今回初めて知り、と思いました。まあ、あの外国の歌っていうのはね、僕らっていうか、僕は特にそうなんですけど、英語は分かんないと、まあ、あの歌詞を知ろうとも若い頃は思わなかったですけれども、あの意外と恐ろしいこと、それから社会的なこと、政治的なことが歌われていることが多いようですね。そしてそんな衝撃的な歌詞に始まり、その後の6分間の歌は組曲のようになっています。そうですね、歌い出しはバラード、そしてオペラ、その後ロックになり、最後はその余韻、なんとなくこのロックの部分、アクエリアスのどこへも行かないの感想みたいだなって、この曲を思い出していました。これね、そうなんですよ、タリラ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 タリラ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 ってギターがね登っていくフレーズ、これはその当時この曲をヒントにして僕ギターを弾きました。だからボヘミアン・ラプソディってもう40年ぐらい前の曲じゃないですかね。アクエリアスの頃にこの曲のギターのフレーズを参考にしてますからね。歌詞としては、少年が犯罪を起こしてしまい、母親に過去を振り返り、母親への思いなどを話しながら起こしてしまった罪を、地獄巡りしているような内容なんですなるほど、地獄巡りですか。で最後に、その地獄から抜け出せたのかなと思うような、明るい感じで終わっていくので救われます。日本語に直して聞くと、知らなかったことがあり、改めてそうだったんだと思いました。そうですね、それはよくあります。さっきのクリスティのイエローリバーでもそうだけど、まさかあんな、軍隊から除隊してきて思い出のふるさとに帰るなんていう、そんな歌だとはね全然知りませんでした。そして、日本語に直して聞くと、知らなかったことがあり、改めてそうだったんだと思いました。それからクイーンを調べていくと、私はどんどんハマっていって、大人気になったのは日本からのようで、手厚い歓迎をされたのも日本からのようで、クイーン自体が驚いていたそうです。なるほど、初来日の時にね、クイーンさん驚いてたそうです。それもあるのか、フレディはかなりの日本通で、お忍びで何度も日本に来ていて、日本の陶器や食べ物が好きだったようで、自分の住んでた家の庭は日本庭園だったようですと。そうですか、そんなにね日本、が好きだったんですね。しかも手を取り合ってという歌は、日本語の歌詞があり、そうなんだ、
それを全世界に日本語のまま発信しているようです。そうですか。僕この歌知らないですね。手を取り合って、そして私からするとフレディ・マーキュリーの名前が有名なので、クイーンの有名な楽曲は知っていたのですが、改めてクイーンを聴くとこのギターのブライアン・メイの、甘い声、素敵なギタリストで自分でギターを作ったり、作詞作曲もして、天文学の博士号も持っているインテリなんですよね。天文学の博士号っていうのは僕知らなかったですけど、彼が使ってるギターは自作のギターらしいです。独特のね、細いネック、そして長いねネックでね、とってもかっこいいギターですね。あれどこに売ってるんだろうって昔探したもんですけども、あれは手作りのね、ギターらしいです。そしてそれからドラムのロジャー・テイラーは金髪のブルーアイで、甘いマスクでイケメン。この人もね、あんまりね、ドラマーとしては小手先の器用な感じの人じゃないですけど、やっぱりクイーンのどぶといサウンドをね、どぶといドラムでね支えてるって感じがしますね。小手先でやるというよりもこの可愛らしい人が、あんなにね太い音をね出して叩いてますね。やっぱりこの人たちが集まってクイーンのサウンドができてるんだなというのをね感じますね。甘いマスクでイケメン、高いハイトーンボイスでやはり作詞作曲もする、やはり大学では生物学を専攻し優秀な成績で卒業した読書家だそうですと。クイーンの人たちはみんな優秀なんですね。そしてベースのジョン・ディコーンは、縁の下の力持ち的な方で、こちらも大学の電子工学科を首席で卒業していて、彼の作詞作曲の地獄への道連れでアメリカ進出が決まったとか、そしてあのフレディの神がかりな声とピアノ、そうですね、すごい声ですね。そんなインテリメンバーからなるクイーンだったとは、どの楽曲も聴けば聴くほど、調べれば調べるほど完成度の高さや面白さがあってハマってしまってます。ユーネさんすごいじゃないですか。やっぱりクイーンがね、そこまですごいということがねよくわかってらっしゃるね。ちょっと聞いただけなんだろうけどね、大したもんだと思います。こうやってもう一回見たいと思ってリピーターが続出しているんでしょうね。今頃になってと思われるかもですが、まだまだ知らない音楽の世界、いろいろ味わっていきたいと思ってます。そうですね、ユーネさん貪欲にねいろんなものにかじりついてね、吸収していくようですね。ジュン君からご紹介があったクリスティも、どこで聞いたことがあるかなと思ったり、また、画像で見るとこれも新鮮だなと思いました。あ、そうですか、今年の元日にかけたやつですね、イエローリバー、そうそう、稲垣さん、草薙くん、香取くんの新しい地図への楽曲提供者は僕のリリック・ポウヨミくん、僕のリリック・ポウヨミくん、20歳だったり、サスケ、くん15歳だったりします。こちらもまた新鮮です。僕のリリック・ポウヨミくん、サスケくんね、好きなようにやってください。古いもの、新しいものという固定概念をなくして頭を柔軟にし、みんなで楽しく生きていけないものかなと思っています。ちょっと今悩んでることとオーバーラップしています。いやさ、なんか悩んでることがあるらしいですね。ではまた今年も1年よろしくお願いします。そして私はもう1回見に行くんだろうな、
ボヘミアンラプソディをね、今年初めてのユーニャの部屋でした。ユーニャさんありがとうございました。今年もねこれを皮切りに始まりましたよ。今年はあの4月20日に伊南町のソウルダイナのライブが、今のところ決まってるだけです。この後、夏のイベント、そして秋にはまたスペードボックス、そして、暮れにはソウルダイナというふうにまた、ライブを組んでいきたいと思うんですけども、まあ今のところ決まってるのはね4月20日のソウルダイナだけですね。今それに向けてね全力集中でねやってます。また皆さんねぜひお越しください。それでは、本日1月12日ラジオ108回をこれで終わりにしたいと思います。どうもありがとう。その前に、冒頭で言いましたあのクライシスという、プラネの短い版の、音楽だけ聞いてもらいました。これはあの本当はあのセリフが載ってるものもあるんですけども、まあ、あの音楽をなるべくちょっとはっきり聞いてもらいたいと思ってセリフのないものをかけたんですけども、実際、番組の音声としてはこういう風なね、セリフが乗っかってました。なのでこれはあの、まあ、番組の音声のカンパケということでね、最後にそのクライシスのセリフ入りをね聞いていただいて、今回ラジオ108回目を終わりにしたいと思いますね。それでは、どうもありがとうございました。さよなら。なんで忘れてしまったんだろう。わからない。でも、こう、なんていうか、大切なものだったんだ。必要だった。僕たちにとって。知っている。知っていた。一人で草原を歩いたことある？もうずいぶん小さな頃。波の音に耳を澄ませたことある？星の空は？覚えていない。太陽は東に昇り、暖かい光で草木を喜ばせた。海にゆりかごのリズムを与えた。あの頃？とても親しかった、あなたたちと。この大地が太陽や月と同じ一つの星だということを。私たちの知っている星は無数の輝き、光の空。そうだ、僕たちは一つ一つの星は決まった場所で輝き、それぞれに表情があることを。星座を描いた。
夜空いっぱいに描かれた神話の世界。でもあなたたちは約束された安住の領域を捨ててまで、あなたたちは知りたかった、知りたかった何を。なぜ夜と昼があるのか、命はどこから来てどこへ行くのか、太陽は月は星は何者なのか、地平線の果ては、水平線の果ては、空の果ては、地球はどんな姿をしている、生徒は死とは、なぜ男があり、なぜ女があるのか、人はどこから来てどこへ行くの、人間の宇宙、大いなる宇宙、全ての源、知りたかった、人が何であるのか、その母体である宇宙をどうしても知りたかった。あの頃、まだ何も知らなかった頃、風は僕たちに歌いかけ、草花はめでられることを喜び、空はどこまでも高く、大地は柔らかで暖かで、星や月はいつまでも僕たちの話し相手になってくれた。あなたたちは知ってしまった、いずれ。でもあの頃のようにはいかないかもしれないけど、あの頃の思いはまだこの体のどこかに眠っているような気がする。だってだって人は随分小さいけど、それでも宇宙と同じ時間を生きている。人と宇宙の境目なんてどこにもないでしょ。見えない空気だってこの宇宙の一部なんだから。人が何かを思い、何かを考えるとき、きっと宇宙も同じことを考える。地球という大きな揺りかごの中で夢を見る。宇宙という大きなものに包まれて。大きなもの？普段は思い出すことすら忘れている大きなもの。忘れないでね。え？忘れないで。うん、忘れない。